動かないでちょっとこっちを見て。よし、私は綺麗に映ってる？みんなの期待を裏切らないわ。キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ、任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ。この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日、ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時になくなったわ。幸いハイペリオンの探索装置でデザイアジェムの位置は特定できるの。できるだけ早くそのジェムを回収してきなさい。姫子、デザイアジェムって一体何なの？14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア支部で保管されていたわ。私が知っているのは以上だ。ということなら急いで回収しに行こう。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。現在の解析結果を教えてあげようって。おばさじゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち動いていたのは1機だけ。武器システムは全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット。そしてムーンライトスローンの崩壊炉の限界出力は12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。それってリツシャ？その通り。長空市で観測された第三律者がハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワット。だからあの戦艦を完全に起動するには律者のエネルギーを必要とする。それも4人よ。夢の
の中の声も鍵が4本って言ってたような。迷った時は少し任せて。デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか？永久ヴァルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。好奇心は猫を殺すっていうのよ。これでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからにはたとえ学園長を脅迫してでも真相を知らねばなりません。教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む4つのジェムの起源は全て同じ。14年前、まさか第二律者と関係が？そうよ。14年前に第二律者がシベリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した永久ヴァルキリーは5人ともそこで戦死したの。S 級ヴァルキリーのセシリアでさえも第二律師を倒せなかった。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律師を倒せたのですか？そしてデザイアジェムと一体どんな関係が？第二律師との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私は指揮官の身分を捨てセシリアと共に身体したかった。でも夫おじい様に止められた。オットー大司教？そうよ。あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで崩壊核分裂ミサイルで第二律者を攻撃せよと命令を受けた。崩壊核分裂ミサイル、一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるが、爆発した地区の汚染が深刻になる兵器です。全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙をつき自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。その後律者のコアが砕けて4つのジェムになったの。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。回収するときに事件が起きた。14年前、私の部隊に第二律者の亡骸を回収しに向かったとき見つけたのは4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持ってて、ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったのはその時が初めてだったの。そして彼らの目的も第二律者だった。しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったのですか？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら私は第二律者の亡骸とジェムを一つだけ引き渡した。そして
見つけたのはこれで全部だと嘘をついたの。地に表示されているのはここでも何も見えないわね。まさか位置特定システムのエラーかしら。メイ姉様、待ってください。どうしたのブローニちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。危ないから急いで助けないと。ウォーミングアップの時間だね。目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは？見つかったのは女の子ですよ。オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。あの、私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験で、デザイアジェムがウェンディの足に移植された。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで、リツ社に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたヴァルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたの。でも残念なことに彼女にはその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。つまり透明は結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと？やりすぎだわ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重曹ウサギ19C 起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重曹ウサギ19C、 ウェンディを乗せてください。これなら移動も楽です。ロボットがこんなこともできるなんて。今度は私にも食べさせてよ。キアナはお断りです。ん？戦闘は終わった？どんなケーキを食べようかな。ほっ！はっ！この、よし！えい！受けるがいい！
みんなの期待を裏切らないな。4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？あのブローニャお姉ちゃんありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのモモにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格装甲のおかげで歩行能力が回復しました。すごい。私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空を飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したら、ウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう。本当に優しいのね。過去の物語は任せて。ついてきて。出発の時間だよ。くらえ。どうしたの？ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。バルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと、それが私の職責。うん？戦闘は終わった？まだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって。まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。
ネルギー反応は。ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか、それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか。みんなの期待を裏切らないで。あっけないわね。任せて。ついてきて。必要としてる人がいるはずだよ。みんなの期待を裏切らないで。ウェンディ、飛んでっちゃった。今は情報を早く本部に報告し、 S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。剣は犯せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性がある。私もウェンディを信じるよ。長空氏の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリンが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。過去の物語。任せて。ついてきて。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第四律者に認定したこと。もう一つは第四律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していることに。 S 級バルキリーが？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダル。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。サボってないよ。英気を養ってるの。さらにもう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。現在位置は不明とのことよ。
宙戦艦？まさかレゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。キアナ、今回は手を貸してあげるよ。レゲントロピーの狐どもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。水不足だと世界を救えないよ。えい、受けるがいい。せい、外れ。ウォーミングアップ終了。審判の時は来た。ウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。まあ、もう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長、 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。レゲントロピーの通信システムは進んでいるから、実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど、 S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。レゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。こんな簡単なクエスト3人でやるのも悪くないね。みんなの期待を裏切らないな。ウェンディ、やっと見つけた。どうして追いかけてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに、まさか私を倒せるなんて思ってるの？ウェンディちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部からS 級バルキリーが捕まえに来るし、レゲントロピーの部隊も到着しちゃう。 S 級バルキリー、いつしに匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと、リーは試させてもらう。私の力が S 級バルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。ブローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。迷った時は任せて。先ほどギュランダルと通話したよ。どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので。さすがは正直者で有名なバルキリー。
間稼ぎのため。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、ユランダルは少なくとも私たちの友軍なのですが。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどの道ネゲントロピーを討伐するから、ユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。キリンと会えなくて内心ちょっと残念だけどね。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうよ。え、訓練で死ぬってどういうこと？この世に本物の変態がいるとしたら彼女のことよ。懸命にいる3人のエスキューバルキリーのうち2人は驚異的なテンプの才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名のエスキューバルキリーが1回でできることを彼女は10回も20回もやらないと身につかない。それを100回やるのが彼女よ。でも彼女が一般人なら100回やっても無意味でしょう。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから、努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だと彼女に伝えれば、彼女はきっと毎日26時間勉強させるだろうね。問題を出し続け、あなたの試験の要点を覚えるまでに模擬試験をさせるだろう。はあ、そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。何にせよ私はテキストを見るだけでこの世界に生まれたことを後悔するんだから。ん？戦闘は終わった？どんなケーキを食べようかな。えい！ほっ！はっ！くらい！はっ！はっ！やっ！せっ！やっ！やっ！話は戻るけど、テレサってそのエスキューバルキリーと仲がいいの？そこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃、私の指揮官に会っただけ。それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないね。その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないよ。前に話したでしょ、あのエスキューバルキリーは変態レベルに真面目だって。うん、その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと休んだだけで半日ほど説教されたよ。聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。不足だと世界を救えない。受けるがいい。はっ、いや、はっ。
敵を甘く見たりしないよ。どうしたの？ヴィランデルからもうネゲントロピー部隊を撃退したって通信が入ったのよ。さすがは S 級バルキリーです。私にだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたのかと聞かれたよ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明を考えないと。さもなければ。さもなければ、まだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日お説教されるよ。うん、でも私には関係ないと思います。切ったと思うのか、姫子少佐。学園長、一つ思いつきました。天命組織内にネゲントロピーのスパイがいて、位置情報を漏らしたというのはどうでしょう。ダメ、それじゃあ天命内部が混乱しちゃう。ブローニャの案は、ネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされたというものです。かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには、今回のネゲントロピー部隊では戦力が足りなすぎる。やっぱりバレちゃう。じゃあやっぱり私のアイディアで、デュランダル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからネゲントロピーの部隊はただの観光に来てて、偶然デュランダルと出くわしちゃったんだって言えば通るよ。そんな口実、わらじ虫でさえ信じないわよ。いや、いけるかも。ファンタジーっぽいものの、明らかな論理の破綻はない。試してみよう。どうでした、学園長。うまくいきました。信じてくれたね。まさか正直すぎるあまり、おバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。みんなの期待を裏切らないわ。しつこい！それならあなたたちを懲らしめてやるわ。ふん、それはこっちのセリフよ。メンディちゃん、信じて。あなたは崩壊エネルギーに侵食されて自分を見失ってるだけよ。キアナ、待ってください。ブローネはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話なんてしたくない。ブローネお姉ちゃん来ないで。ウェンディを見ているとブローネは思い出します。
孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニャにはウェンディの苦しみが分かります。だからブローニャは苦痛に耐えているウェンディの強さもよく分かります。だから諦めないでください。ブローニャはずっと信じています。私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃんが私を信じてくれるなら、私も自分を信じてみたい。よかった、ウェンディちゃんの意識が回復したみたい。ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいヴァルキリーだから、もし崩壊に操られたらすぐにでもやっつけちゃってたよ。ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん、またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな？いいですよ。重装ウサギ 19C 起動。ブローニャ、親愛なる我が娘よ、今すぐ第四立者を回収しなさい。第四立者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。天命の手に渡らせるわけにはいかない。いやです。ははん、あなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第四立者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。最高権限司令入力。重装ウサギ 19C 狙撃モードにチェンジ。第四立者を攻撃。は待てません。全戦術機構ステルス解除。目標第四立者。そんな立者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに立者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三立者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍帰港せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナは
メイ救出作戦を練り始めた。に当たる雨音、今日の任務は全部クリア。さすがね、褒めてあげる。女の子と一緒にいるときは相手の目をちゃんと見ないとね。